富士急さんでね、本当に楽しませていただきました。めちゃくちゃ遊んだ。ハタありがとう。富士急の見てる？ありがとうございます。結構ね、20何分くらいのね動画なので、たっぷりたっぷりニヤジョイをね見ていただきますと嬉しいです。そう、今日すごい半袖、寒かった。かわいい、ありがとう、ありがとう、お疲れを、ありがとう、お疲れ様、ありがとう。お、晩ご飯いいですね。ね、めっちゃ髪伸びた。そうなのさ、伸びた。ここもね、まあ、いい感じに伸びてくれてますよ。触覚がない、一応ねあるけど確かにない。雰囲気変わりますね。大人っぽい、やったん、やったん。そう、対面のお話し会も下ろして巻きましたね。まだ伸ばす予定です。私のさ、カチューシャ元気すぎない？自分でもちょっと笑っちゃった。見れてないよーって、後でぜひ見てください。初見です。ゆうきさん、はじめまして、よろしくお願いします。ありがとうございます。巻き髪綺麗だった、よかった、ありがとう。湿気と戦ってたからね。ハートありがとう。なんかね、いろいろねあったんですよ、くまちゃんの被り物とかも。でもあったし、カチューシャもね、富士急って書いてあるね、ジュリーとかみんながつけてるサングラスとかもあったんだけど、みんな一緒になっちゃうなと思って。でもすっごい、そのもう入ってすぐのそのカチューシャコーナーっていうか、お土産コーナーですっごい時間かかってたから、やっぱ急いで決めなきゃって思った時にはもう目の前にあのフリ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 富士山がいっぱいいたから、気づいた時にね、こんな富士山の、あの富士急のカチューシャになってました。結婚してありがとう、リエジありがとう。いろいろね、ぜひぜひ、はい、持ち帰りましたよ、もちろんです。あれね、いろんなところでこう付け替えできるので。そうなの。なのでね、なんだ、オフショットね、いろいろね撮っているんですけど、カチューシャが結構こうかわいいというか、なんだ、まあ、かわいい、かわいいのはかわいいんだけど、割とポカーンなホワーンな感じじゃない、どちらかというと。決めて写真と、こうなんかこうすっごいおしゃれに写真を撮っても、ここがこうなんだ、こう超遊園地の楽しんでる感ありすぎて、またね後日オフショットも投稿しようかなと思っているんですけど、こっから上の世界観がちょっと変わっているので、ぜひねそこも注目してオフショットあげた時は見ていただけると嬉しいです。そう、フリフリ富士山ね、めっちゃ可愛くない？富士急って書いてある、急がいっぱい書いてあるから。こんばんは、こんばんは。そうだね。そういう元気だね。見に行きたい、私ブースショールームは。かわいい、どっちも見よう、どっちも贅沢に見ちゃおう。そう、眠たいから、確かに私も早く寝てた時期はこの時間にはもう眠たかったわ。ゆっくり寝てね。流れ星ありがとう。流れ星じゃない、虹色の星だった、ありがとう。
嬉しい。そうそう。うんうん。え、雰囲気好き？やったん。やったね。早く寝てた時代は、うん、もう最近全然早く寝てない。早く寝てた時代はどこへって感じですね。虹色の星、ありがとう。流れ星もありがとう。嬉しい。こんばんは、こんばんは。そうなのよ。そう、雑誌もね、そう、今回ね、コナーとね、2人でね、一緒にね、掲載していただくことが決定いたしました。本当に嬉しいです。とても嬉しくて、撮影現場でもね、すごくこうすごい楽しくね、たくさんお話もねさせて、話しかけてくださったり、いいねとか言ってくださったりしてて、とてもね楽しく撮影をさせていただきました。ぜひぜひ。前髪パッツンと、前髪切ったのいつだろう、いつだかな、いつですか、私が前髪切ったのは。わからない。この優香嬉しい、やった嬉しい。この後のペアやった、ありがとうございます。お、サイン会当たったよ、ありがとうございます。嬉しい、お名前かけますね、ありがとうございます。あー、あの日か、あの日ね、オッケーオッケー、思い出してきた。フナとの写真まつげ完璧だったよ、どうですか、やったね、ありがとうございます。かわいい、ありがとう。嬉しいですね。そのね、撮影日も結構ね、2人でオフショット取り合いっこしたんですけど、個人的にコナーの服装がとても好きで、でもコナーもなんかすごくこう衣装もね、もうとても可愛くて、もう2人のお気に入りみたいな感じだったんですけれども、コナーが個人的に記録用としてゆうかちゃんが動いてる動画撮ってもいいかな動画、普通になんか一周回る動画とかお互い取り合いっこした、載せるよとかではなく、もう記録用というか、そうそうそう、自分が見たいからっていう理由でね、お互い取り合いっこしました。私も今日このなんかこう一周回ってる動画とか見た。かわいい、癒され癒されですね。あずまさん、くまちゃん、ありがとう、嬉しい、ありがとう、くまですね、ありがとうございます。あずまさん、今日もお疲れ様、ありがとう、嬉しいですね。バラもありがとう、バラありがとう。お、本名なっちゃう系な、どっちだろう。サイン会皆さんありがとうございます、応募していただきとても嬉しいです。皆さんのお名前がまた書けるだなんて、結婚してありがとう、いえありがとう。印象変わります、やったね。本名大公開はね、恥ずかしいってなってるけど、でもね、私皆さんの本名を直接お話し会で、僕の本名、私の本名これですって知らない方の方がもう圧倒的に多いから、これはどなただろうってなってる。私はどなただろうっていつも思っちゃうから、ニックネーム登録皆さん忘れないように、お忘れなくですよ、お気をつけください。タコさん、ありがとう、ありがとう。
バラありがとう、花束ありがとう。なんか今日手使ったっけな、なんか手首腱鞘炎前兆みたいな。今日何したっけな、今日手使ったっけな。え、なんで怖い。みーちゃん、はじめまして、こんばんは。リアリコールジョイの村山優香です、よろしくお願いします。ありがとうございます、嬉しい、ありがとうございます。ななかさんのファンの方ですかね、ありがとうございます、来ていただきよろしくお願いします。ね、そうなんですよ。こんばんは、こんばんは、ハートありがとう。ね、今日青でしょ、また青の服頼んじゃった、青好きすぎ問題、どうしようどうしよう、また青です、またね、いつか青の洋服を着ることでしょ。あら、虹色の星ありがとう、ありがとう。そう、濃さとデザインが違うからね、別の青ですよ。うん、100個もありがとう。結婚してありがとう。イエイイエイ。ありがとう。今日雷すごくなかった？びっくりしちゃった。こわわわわって思って。雷当たりませんようにって思ってたけど、東京はビルが高いから雷当たらないよって親に言われました。確かに人間のところに降りる前にビルの方に行っちゃうなと思って、でも怖かったので、建物のめっちゃ角っこ、なんだろう、建物の近くを歩きました。道の真ん中を歩かないようにした、怖かったから。そう、ハートありがとう、ありがとう、リスン、ありがとう。その心は、青。シンプルで面白い、青だね。え、そう、皆さん地震大丈夫でしたか？私はもうこの通り大丈夫だったんですけれども、すごい明け方でしたもんね、明け方というか夜中というか、もうほんと深夜というか。大丈夫でしたか？皆さん心配でした、大丈夫ですか？私は大丈夫でした。かわいい、ありがとう、ありがとう。花束もありがとう、ありがとうございます。本当にね、気をつけなければいけませんよね、気をつけようと思いました、改めて。私もなんか若干寝ぼけてたので、朝本当に起きるまで夢か現実か分かんなかった。でもその時間は一回目覚めた。で、その1時間後くらいにお父さんから電話かかってきて、え？みたいな、何？思ったら、地震大丈夫？って連絡来て、すごく嬉しかったですね。でも私すごい、とんでもなく寝ぼけていたので、ちょっとうまく会話できてたかわかんないですけど、でも安否確認をしてくれて、で家族 LINE にお父さんが、お兄ちゃんにも多分きっと連絡をしていたんだと思います、二人は大丈夫みたいですみたいな連絡来て、みんな安心みたいな、ね、なりました。ハートありがとうございます、ありがとう。そう、安否確認をね、離れてるとね怖いなと思って、そうなんです。ハートありがとう、ありがとう、嬉しい。もうね、その時はね、ほんと寝ぼけてて、地震だったのか何だったのかポカーンってしてたんですけど、
朝普通に起きてあのツイッターとか見るじゃないですか。で検索履歴見たらあの地震なんたらみたいなしやばいみたいな、なんだっけ怖いなんかびっくりなんだっけ、なんかそういう単語調べてて、多分深夜の私が調べてたんだと思います。履歴残っててあれは本当だったんだと思って怖くなりましたね。本能的にそう調べた記憶がなくてそうそのな本当に調べた記憶がなくて気づいたら調べ履歴が残っていたので、きっと夜中の私が調べていたんでしょうね。そう寝ぼけながらもそう調べていたんだと思います。そうで、もう一人のもう一人の村山優香がいるかもしれない。え確かに音がねあるよね。そうだ音音、私さ高校生からなんかこうデータとしては同じデータ使ってるからさ、中学校もだけど高校生の時にさその警報を切っててさ、なんでかこれ戻そうと思ったんだ。そう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 今日戻そうと思ったんだけど戻し方わかんない。そう切れるんですよ多分ね、高校生とかは切ってる怖い気もする。どうやってか、どうやって戻すんだ、戻し方はわかんない、どうやって戻すんだ誰か教えてください、後で調べようかな、わかんない、どうやって戻すんだろうか。忘れちゃったな。ハトありがとう、いっぱい嬉しい、ありがとう、今日も来てくれて嬉しい。設定から通知、あ通知の、なるほどありがとうございます。どれだろう、あえオンになってるんだけど、えオンになってるんだけど、ええ、私それすらも気づいてないの、それもそれでちょっと大問題じゃない、私眠り深すぎない、鳴った記憶ないんだけど、えオンになってるんだけど、嘘、え怖い、えオンになって気づいてないの、まあ、目覚めたからまあまあよしとしよう、よかったと思っとこうっと。えはじめましてアリスさん、はじめまして、嬉しい、ニャリーゴールジョイの村山由香です、よろしくお願いします。つい呼び捨てしちゃいそう、お名前がアリスさんだとね。あ、位置情報設定してないからとか、位置情報まだ福岡とか、なことはないですよ、なことない。あ、私のチームの分、あら、ありがとう、見てくれたよ、めっちゃ揺れてるよね、ありがとう、うん、ありがとう、なことはない、わかんない、私のさ眠りは深い時は本当に深いし、ちょっと記憶がないんですけど、まあ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 オンになっていたことが確認できてるってなのでよかったですフフフフ、仲良し仲良し仲良しそうだね、ここらは福岡だ、福岡はずっと大好きだから、すごいなんかここさ、なんかさっきストレートアイロンで巻き直したんだけど
だし向いてないかも。ストレートアイロンで髪を巻くの変にボリューミーになっちゃったね。まあ皆さんもね、またね来ちゃうかもしれないし、気をつけながら過ごしていきましょう。私も気をつけます。アイロンはストレートと、ストレートとコテが一緒になってるやつとミニヘアアイロン3つですね。福岡には初代のヘアアイロンがありますね。もう使ってないけど、全然なんかコテとストレートが一緒になってる、でもなんかちょっと特殊な形のタイプのものと、まあそれはまあ使ってないんですけどね最近はね、とストレートアイロンをね福岡には置いて。アイロンは名前つけてないな。だって私クマのぬいぐるみでさえクマちゃんって言ってるんだよ。まあ、クマちゃんがもう名前ですらあるけどね。ヘアアイロンね、何がいいんだろう。でも私はサロニアさん使わせていただいてますね。ヘアメイクさんが持っていらっしゃるストレートアイロンとかちょっとねいいお値段のやつね、使わせていただいたりする機会もあるんですけど、やっぱねすごいね、さらにこうまっすぐになる感じはする。私はもうサロニアさんですっごいもう技術を極めてるから、もうめっちゃまっすぐなるし、すごい使いやすいので私はお気に入りなんですけど、だと何ミリで32な気がする。多分32だったと思う。リファね、そうジュリーが持ってたな、なんか持ち歩き用の。そうね、そうその分いいんだろうなって思って、でもさ壊れないからさ、そんなヘアアイロンとかってめったになかなかね壊れてないのに買う勇気は出ないですね私は。何度120から135とか40いったらもう熱々だなって私は思ってるくらい、めっちゃ低めにしますね、髪傷んじゃうので。そうなんですよ物理的に壊しに行ってるやんコンセントに刺すのは物理的に壊れるやない。低めですね、うん、髪傷むっていうからね。おお流れ星ありがとう、ありがとう。170高いね。でもね温度が高いとよりまっすぐになるからね。え、嬉しい、みこちゃん、はじめまして。今日も君の夢を見たんだ、嬉しい。じゃ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 、ありがとうございます、嬉しい。え、すごい、絵文字でできるんだ。絵文字すごい、めっちゃ君夢来た。これいつもより温度高いストレート私ちょっと待って、こんなフレーズ、ワンフレーズで音痴になってしまうことある温度高めってあー聞かなかったゴミめっちゃ音痴になってた。衣装っぽさある、確かに色的にはね、デニム生地だしこんぐらいのね。そうそう、今日ね携帯で携帯の充電
すごいね。あの溜まってなくて20何パーしかないので、充電さしながら配信中です。 KT の、そう KT の充電がないんですよ。ビブとても好きです。嬉しい、ありがとうございます。今日まで歩んできた道は僕にとっての全速力だったけれど、きっと世界は広くて誰かのと僕は気づけない。おお、ありがとう。カラフル人生でジョイ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 、何この色があんの、ジョイジョイ、君を見る世界が知りたい、それはきっと美しいだろう。今以上これ以上背中遠ざかないで、まだ近くで、oh, oh, oh, 僕の全力受け止めてよ。もうちょっとあと少しハートの鼓動を共鳴して鳴らすリズムにブレーキはない、転んでも進めて隣で叫ぶ声、今日も君の夢を見たんだ。じゃ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 、明日何を話そうかな、夢に見たこと恥ずかしいから内緒にしよう、君が休まず進むからぬかるみだって飛び越えられるんだ、僕らの旅路ってジョイ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 、理屈じゃないんだよ、ジャイジャイ、美しい世界に紛れて悔し涙空に散って、きらめく今見える道の先、果てなく続いていて終わりなんて、おーおー考えてないと割り走る、もうちょっとあと少し大人になったその時には、おーおー僕の努力も感じてほしい、誰のため、君のため、まだ走り足りない、ライバルだって言われたいよ、ララ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 ラ、ララ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 ラ、チャ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 、私ここ口で音源するの苦手、チャ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 、今日より輝いて、でも曇り空きっとあるだろう、君はどうして進むの、分かりたい感じたい、君の痛みも全部なりたいんだ、おーおー輝く人の原動力、もちょっとあと少しハートの鼓動を共鳴して、おーおー鳴らすリズムにブレーキはない、転んでも進めて隣で叫ぶ声、今日も君の夢を見たんだ、チュラチュラチュラチャ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 チ
ありがとうございました。ちょっとゆるゆるにはなってはしまったようですけれども、ありがとうございました。フルだね、フルだった。嬉しい。アバターも着替えてくれてありがとう。嬉しいよ、私の方こそ嬉しすぎる。ありがとう、ブラボー、ありがとう、ありがとう。皆さんもわあすごいいいね、もうペンライトもハートもハートもペンライトもたくさんありがとう、ミラーボールもありがとう、嬉しい、音符もありがとう、音符もミラーボールもうまっ、やだ、ありがとう、ミラーボールも皆さんたくさんありがとうございます、ありがとう、嬉しい。ね、メロディーの部分をさ口で表現するってすごく難しくない？ラーラーからが難しい歌がないところうんうん、嬉しい。背中と届かないでまた近くて、半袖はね今日すっごい寒かったです。めっちゃ寒かった。いや私さ本当になんかこう今の時期のあの気温分かってなくて、多分調べても調べてなくても失敗してる。もうこの1週間なんかずっと失敗してる気がする。なんか暑い日にヒートテックとか着て、今日みたいな寒い日に半袖で行くっていう、本当にどうしたもんかね。昨日は割とあったかかったじゃないですか。だからあの昨日あったかかったから今日半袖で行こうって思ったらめっちゃ寒いのね。ハートありがとう、ありがとう。そう、北海道半袖寒そう、東京も半袖寒かったよ。うん、服難しい。でもどん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 私は半袖の服を買ってしまっていて、どん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 冬服が奥の方に収納されていってしまう。私はもうね、あのここもう4月じゃない5月に入ってからヒートテック着ないどこうって何度も思っているんです。もうあのね、衣替えじゃないけどさ収納しようと思って、もうあんまね触らないところに収納しようと思っているのにもかかわらず、いきなり寒くなるからさまだいるじゃんと思って、なかなか片付けられないね、今日寒かった。そう、雷もさすっごいコロ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 なんで、もうびっくりしちゃう。ああ今から鳴るよってピカって光ったら大体何秒後かにはね雷になっちゃうから。ハートありがとう、おじいちゃんありがとう。すごい、北海道って入学式でも雪降っちゃうんだ。すごいね、もうあの入学式で桜が見れるとかってない年もあるってこと？すごいね。雷はねお部屋の中で見る分にはすごく好き、でも外に出ると一気に怖くなる、当たっちゃうんじゃないかって思っちゃうけど、家の中で見る分にはもう大好き。あたりがとう、そうなんかね前福岡でたまたま車走ってた時にあのすごい雷が すごい時があったんですよ。で私の家族も雷見るの大好きだから、なんか車止めれるところでわざわざ止まって雷を眺めるっていうのをしに行ったことあります。しに行ったっていうかたまたま車乗ってたからわざわざ車を止めて雷を見よう、いっぱい写真撮ってたそう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 、旗ありがとう、ありがとう、ありがとうそうそうそう、ね、すっごいピカッゴロ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 ってなるよねそうなの、そう車の中がさ一番安全っていうじゃん、その雷ね、無敵なんだと思って、はい、好きですね、
タイヤがね、あるからね。あとありがとう。テンション上がるね。一回すごい、すごい写真撮りましたね。私、稲妻、稲妻みたいな。こんな感じ。空でね。っていう写真を撮れたことがありますね。3メートル先ってもうすぐそこじゃん。それは怖い。でもさ、避けようがないよね。一瞬です。だからね、確かにミルムとリルムちゃんだね。最近お友達にあのリルムちゃんが可愛いねって言ってもらえることが多くて、もちろんねファンの皆さんからもたくさん言っていただいているのがとても嬉しいんですけど、お友達からもね、リルムちゃん見たよって言って、可愛いねって言ってもらえて、私は本当って言って、ちょっと気持ち悪い反応をしちゃうくらいに嬉しくなります。嬉しいですね。ハートありがとう。ダンありがとう。そう、反応がこわまり可愛らしくなるんだけど、ないんだけど、でもそれくらい嬉しく反応しちゃいます。よしよし、いやよしでポン似てる。いやいや難しい。うまい？あんた。いや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 嫌で止まっちゃう。やしちでやしちでややしちやしち。でもこれさ、舞台でずっとこの声出すの、私の声帯は多分やしち声じゃないかも、もしかしたら。やしち、やしちでポン、あ、ポン。あ、みつきの中の人、私みつきが真似してるの見た。やしちでポン、ポン。わかんない、難しいね。ハートありがとう、ありがとう。やしちでポン。ポン。あ、ゆうかちゃんだった。私のまんまだな。今のいい？え、どれだろう。いっぱいやっちゃったからどれかわかんなくなっちゃった。え、すごい、ウィキペディアさんに載ってんの嬉しい。すごい嬉しい。チューニング、そう、チューニングね、頑張んなきゃね。うわ、しげちさん、ハートいっぱいありがとう。ありがとう、受け取ります。ありがとう、今日もありがとう。嬉しいです。難しいね。いや、私想像よりもちょっと低いんだよね。でもなんかこう、ヤシチっぽい声を出す時の出そうという意識をするとあんまり低くならない。いやいや、やっちで、あ、口大きく開いたらいけるかも。あー、画録されたら私は喋らぬです。恥ずかしい、見返されるの恥ずかしい。まあこうやってね、世界に配信している時点でもそういう覚悟ができてはいるんですけれどもね、配信中もはそういうもんだから。してないよ。カタカナなの、もうしてるやん、絶対してるやん。俺の子もいっちゃおう。似てな。似てない、難しいよ。誰今の、本当誰。ハートありがとう。難しいです。
でも楽しいです。みつき、みつき似てる。ハートありがとう、嬉しい。心臓音変なとこで入ってる。ヤシチ、ヤシチ変なとこいるんだから。リルムちゃん、リロンちゃん、いやなんかちょっとどちらにせよ恥ずかしいので本番まで撮っておきます。どちらにせよとは確かに。撮っときたいですね。あ、ひょっこりしてる。心臓のはね得意かもしれない。明日登録、おお緊張するね。当たりますように。ちょっと待って、なんかさ予習してから変なところに変なところに入っちゃった。気管に行きかけている。でも喋れるってぐらいな。18時、いや7年ちょっと飲み込まないと。お水飲むね。おいとこし、おいとこし、失礼いたす。ザバスじゃないからね。全然ザバスじゃないからね。打とうとしてたでしょ。違います。よいしょ。水美味しい、水美味しいですよ。6月ね、会えたらいいなと思います。こんばんは、こんばんは。ザマスじゃないザマス。似てて面白い。ないザマス、うん。見終わっちゃったから、うんうんうん。だいぶね、楽しみにしていただきます。頑張ります。寒いくない、今日本当に寒いくない。寒い寒い、毛布必須。これ一年中いるかもしれない、もしかしたらこの毛布ちゃん。程よい暖かさで。毛布ね、コナンみたいに名前つけてないんですよ。スポンスポンだっけ、このあの毛布ちゃんは。毛布というかブランケットだっけ、ついていないんですよ。メンバーさ、なんかこう特定のメンバーは、特定のメンバーというか名前つけるこう多いイメージがあるというか、私が名前をつけなさすぎているだけなのかわかんない。その一般のあれがこう平均値がわからないけど、私本当に名前をつけるということはもう基本したことがないので、そうそうなんです。全然何も名前はつけない。この間葵にね、新メンバーいましたよ。新メンバーいたのよ。ぬいぐるみちゃんに可愛かった。でも葵の口から多分ちゃんとその情報聞いた方がいいと思うから、詳しくは葵の配信でぜひ質問してみてください。
そうそう、葵が配信した時にね、多分本人からの紹介があるかもしれないのでね、その時にさ知ってるよってなったら、え、そうなのかってなっちゃうでしょ、なっちゃうかもじゃん。なのでね、ぜひ本人聞いてみてください、詳しくは。そう、かわいかった。私がね毎日配信しているとさ、情報がやっぱ一番こう私から情報が出ることが多いけどさ、他のメンバーがした時に全部知ってるよーだとさ、えーってなっちゃうから、私はね基本メンバー情報とかもう本当に後出し、めっちゃみんなのなんだが言ってたらしいよっていうのをなんか見たり聞いたりして、そういえばあの時はあのねっていうようにしてます。そう、葵のね荷物が増えてて可愛い。荷物の半分はねぬいぐるみちゃんで占めてますから、きっと可愛い。そうそうそう、でもさ、それでさこう手いっぱいいっぱいになってもさ、それが葵の頑張れるそのね活力とかになるのであれば、そんなね苦でも何でもないよね、持ってくるのでも大変とか絶対思わないやん、だからすごくいいと思う。部活終わり遅いね、お疲れ様、遅いね。そう、こんばんは、こんばんは。うん、忘れないうちね、明日はお昼にしようかなと思います。お昼前、お昼くらい、7時じゃない、全然7時じゃない、10時半くらいにした気がするな、10時半。いいね、ありがとう、いいね、ありがとう。23ギャグから見れる、おお、やった、嬉しい。1弦あって2、3弦開くの？すごいね。お昼？何でもし放題だね。ちょっとお昼に悩んじゃうんですけれども、ぜひね。やめないで、ダメだよ、やめちゃう。新幹線。おお、すごい。新幹線いいな。ね、在宅勤務ね、そんな行動派だ、すごい行動派。やめながら見れるから見る。それはダメなのよ、それはみんな困っちゃうからダメなのよ。お仕事しながら、明日は在宅です。在宅かさ、在宅じゃないか、あれなんだね、選べたりするんだね、すごい。在宅勤務さ、私はもう全然そのリモート授業っていう高校でしか受けたことないけど、大体あんまりリモートっていうことしてないんだけど、あの在宅でさ勤務って、私集中せずになんかゴロゴロしちゃいそう、私だったら、お家にいると。高校であるのはね、ちょうどねコロナになっちゃったから。久しぶりに来れた、ありがとう、嬉しい。
やった。在宅勤務にね、一回さ在宅を経験したらさ、ね、出社系大変って思うよね。私もあのリモート授業に慣れすぎてっていうのはめっちゃあった。だって朝の時間がさ全然違うんだもん、2時間ぐらい違うんだもんね。いやー大きいよ、朝の2時間ってすごい大きいよ。朝のもうね1分1秒は本当に貴重、すごい。うんうん、オンライン授業をねすごくね私もすごく好きでね、いいなーって思ってたんだけど、それと引き換えにね思い出が全くないのよ。もうね高校2年生がもうテストの週間くらいは以外はもう本当にずっとリモートだったんですよ。だからもう高2の思い出がびっくりするほどない。1ヶ月ぐらいの記憶だもん、もう本当に覚えてないの。だから私高校2年間でぐらいの勢いで本当に早く、あっという間だった。リモートはねリモートですごく楽しかったんだけど、そうもう全然。でもね1年生とさ3年生は学校行けてたのでよかったかなって思います。そうそうそう。でもね今の学生さんとかってすごくそういうのが多いんじゃないかな、やっぱりね。私は入学式は普通にコロナじゃなかったからできてたけど、1個下とかの代の子とかはもう入学式からさコロナ禍だったからね、すごい。どう、私1個下下に生まれてたら友達できてるか不安だもん、コミュ力ないから。初めましてがリモートになったりすると私本当誰とも連絡取れない気がする。うんうんうん、あと2ヶ月遅く生まれてたら私はあれだからね、1個下の代だからね。うん、でもまあこれはこれで思い出だしね、そんなもうなんかせっかくの学生時代がとかまでは私はあんまり重くは考えてないかも。確かにできなかったこともあるけど、でもまあそれが私たちの時代だと思えば全然全然大丈夫。全然大丈夫ですね。そうそう、あ、大学が確かに、大学とか特にさずっと一緒ってわけじゃないもんね、その普通でもね。フランス思考、本当に。そうそう、確かに今ね、今でこそ本当に声出しがさ、まあ完全に OK ではなってないかもだけど、それでもね皆さんの声が聞けるというね環境ですので嬉しいですね。やっぱね声出しするとさ熱量って全然変わるじゃないですか。もちろんね声出しがない時でも皆さんの、あの、なんだろう、私たちのなんだ応援してくださる気持ちというのはねが薄いとかそういうわけではなくて、そうそうそう、すごくね、ペンライトをすごくその声出しができない代わりにペンライトたくさん貼ってくださったりとか、タオルだったりってフリップだったりっていうのでね、たくさんこう応援してくださる気持ちが本当に届くので、声出しなし
声出しなしがってわけじゃないんだけど、声出しありはなんかすごいなって思いましたね。あのね、なんだ、音源自体もさ結構大きいじゃないですか、マイク通したりして。だから声とかあんまり聞こえないのかなと思ってたんですけど、結構聞こえるんですよね皆さんの声って。それだけ皆さんこうね、一つになって声を出してくださってるだなと思って、とても嬉しいです。修学旅行中田美一緒だね。そう、仲間は多いから、みんな仲間だね。そう、頑張って届けるね、ありがとう。確かにイヤモニしたら耳栓みたいな感じにはなるのかな。よくアイドルさんとかでも片耳こうやって外していらっしゃる方とか映像で見たりしますよね。あ、卒アル、私もね、卒アルはねすごいよ。あのね、1年3年みたいな感じだったかも。1年3年で、あのしかも1年生ってさの時ってこう初めの入学のとかでクラスで写真みたいな、そういうこう行事としての写真を撮るっていうのあったんですけど、あんまりこう、まあ、行事としてもさ体育祭とかもあったけど3年生メインじゃん。なんかあんまり1年生の時の写真ってあんまりないのね。1年生3年で、3年の時にね、すごい授業してる風をいっぱい撮ってて楽しかった授業してる風写真をいっぱい撮っていただきましたね懐かしい。嬉しい。赤赤でぜひぜひ、ありがとう。そうしてる風だった。そう、めっちゃ楽しかったですよ。おい誰だい誰だいみたいな、先生も結構乗り気なのだけど、先生もおい誰だいみたいなあの生徒をこうなんだ指名するみたいな写真とか撮ってたり、その先生も先生で結構ドヤ顔してこう教えてるみたいな、こう黒板にこうやって刺すみたいなのあるあるじゃないですか。そういうの見て先生がこうソロで撮られている時のこうこっち側、私たち側、先生それちょっとわざとらしいですよみたいなのもみんなが言っててなんかそれはそれでね楽しいなと思いました。なんだかね、先生ちょっとわざとらしいですよっていうのはねちょっと楽しかったなと思います。そう てかさ、普段さ発表する時も手めっちゃ上げないのに、あのめっちゃこうやって手上げてるの、手上げてる写真とか撮ってで楽しかったみんな筆箱の向きとか結構綺麗に整えたり、ノートとか教科書とかも適当なページ開いたりしてて演じてたよね、可愛い私たちって思いながらそう、小学校の時もしたな。中学校はね行事多かったからなんかステルフとかはあんまり撮った記憶ないんだけど、うん、そう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 、教科書読んでる風とかね、あるある、こうみんなシャペ持ってたりねそう面白いしかった そうですね、結構やってましたね、そういうことしてました懐かしいな学生もね。でも部活っていう部活をしてみたかったな。私は放送部と、一応ね放送部あの入ってたことも嘘ではないので放送部と言ってはいますけれども、あの放送委員のような放送部だったので、私の仕事量的に多分ちゃんと放送部としてる子もいたのよ、放送部として放送部を
楽しんでる子もいたんだけど、私放送員くらいしか多分そんな関わってないかったので、そう部活っていう部活なんかこう同級生の大会に見に行ったりとかはしたけど、放送の大会ってこんな感じなんだっていう、なんかどちらかというと見学な感じになってたから、私がねなかなかいてねあれだったもんで。そう、好きな音楽はね、私はねなんかもう好きなものがある子にいいよって好きなの流しって感じで任せお任せしてましたね。なんだろう、私のさ、私もよく聞くの言われて、すごくなんだこう全校生徒的にねの中であんまり共感を得れないような、得れないというか、こうもう本当に市場挟みまくり音楽とかになっちゃったさ、あれじゃんだからね、なかなか自分のなんか趣味的音楽とかあまりみんなに言わないし、言ったことも全然ないなって感じ。であと、そうそうそう、で私たちの放送部はだんだんねこう3年生とかなってさ、もう好きな曲とかガンガン流せるようになってたんですよ、同級生みんなね。そうそう、センス問われそうでとかあるよね、確かに私はもう本当に大好きなんだけどみたいなのはね、わかんないからね、全校戦闘になるとね。そうで放送部もねこうだんだんこうテンション上がってきちゃって、みんなもう生徒たちノリノリ楽曲とかみんな結構放送部の子たちもチョイスするのよ。で音量もだんだんこうなんかこう決まってるんですけど、音楽は、まあ、ボリューム、まあ、3ぐらい、こう調節のねやつが3ぐらいってなってるんですけど、だんだんこうみんなテンション上がってきて4とか5とか上がってきて、もう給食時間中もイエイエイなのよ、ウェーみたいな。でなったら職員室にも流れてるわけで、職員室でその放送を聞いていた先生方が給食にふさわしくないっていう感じで、それ以降細々怒られてしまい、効果が給食時間中に流れるようになってしまいました効果が流れてた後半給食時間中、そうそうそう、効果、私のね学校効果大好き学校だったから、なんかで断るごとにね何でも効果になってただから今ニア中流してくれるの嬉しいよ、嬉しすぎる。確かに今放送部の学生さん、ぜひニア中の楽曲ね5曲ありますので、5曲だったらまあ2時5分くらいじゃん、ちょうど給食時間中いいんじゃない、ニア中メドレーぜひ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 。第4とかもあれだね、給食時間中にふさわしくないって言われちゃうかな、魂で叫べって言っちゃってるからね給食時間中ねおいおいどうだろう、その学校効果が流れちゃうかもしれない、音量には注意という、音量だけ注意していただけると多分ね、ニア中の楽曲はいけるかなとそうそうそう、配偶になりそう、確かにズンチャチャズンチャズンチャズンチャいっぱい食べれちゃいそうだねじゃあ待っちゃうけど、ね、でもなんかそういったね流していただけると嬉しいですね。どうなんだろう、全国の放送部は好きな曲流せる制度あるのかな、私の学校だけとかだったのかな。あとね、私ね一回ね放送委員、小学校の時も放送委員だったんですよ、部じゃなくてね委員ね、小学校の時は放送室結構出入り OK だったんですよ、
その担当の週の時は。だからこの週は6年何組というよりかは、何だろう、誰々さん誰々さん誰々さんのあのが放送委員の、まあ、担当なのでみたいな、これ1週間は放送もなんかね放送室 OK みたいな感じだったんですよ。で私休み時間とかすごくこう個室みたいな感じですごく お気に入りの場所になってたんですよ。だから放送委員の子たちしか入れないんだけど、放送委員の子たちもう3人2人3人ぐらい、もうちっちゃなねグループでみんなで放送室の中でこうお話ししてたんですよ。なんかそうでね、放送準備中ということで全然それに関して怒られることはなかったんですけど、こう放送のなんか機械でね、こう電源ポチって入れるこうなんかスイッチみたいなのがあって、そこからこう調節を上げたら放送できて、音楽もこう上げて、こう音楽下げて、最後マイクも下げるみたいな、そういうねこうまあボタンというかあったんですけど、こうスイッチがねこうボタン式だったんですよ。こう機械の全体のスイッチがポチャンって、だいたいねあの放送室に入ったらこう、まあ、まず押すみたいな、とりあえず電源入れるみたいな、なんかこうルーティン化してたんですけど、その中ね私はこうスイッチこう電源スイッチの横の赤いボタンをね間違って押しちゃったの。いつものような流れでポジェって押したまま、まあ普通にね休み時間だからそのお友達と放送室でいっぱい喋っているわけですよ。ただそのね赤いボタンがね、なんとねこう緊急放送ボタンみたいな感じでね、マイクが ずっと通ってたの全国中に全校に私たちの会話が、結構ねすぐにねこう止まんなあれだったんだけど、気づいたからよかったんだけど、もうね全校に私たちの会話が流れてしまいまして、で放送室はねこう同じ放送部の別のクラスの子がコンコンって来て、なんか放送流れてるよって教えてくれて、えっって見たらもう赤いボタンの方になって、あってね本当にその時はね焦りましたね。で放送委員の先生がすっごく怖かったの。結構その学校の中でも怖い系の先生だったんです。優しいけどやっぱこそ怒ると怖い感じの先生だったんですよ。だからやばい放送のね委員の先生に怒られちゃうと思ったんですけど、怒られずに多分先生気づいておらず、でその話の内容も別に本当に何の会話してたかも覚えてないくらいの、なんだろうな、何の会話してたんだろう、なんか給食がどうたらとか多分本当にそんぐらいのなんか会話しかしてないし、結構一瞬だったので何も起きずによかったんですけど、その場にいた数人だけはもう冷や汗だらだら、え私たち今何喋ってたみたいな、大丈夫みたいな冷や汗だらだらになってましたね。気をつけましょうという、ボタンは適当に押しませんというね、本当にありがとうありがとう、本当にね本当に大した話をしていないことなのでよかったんですけどね。でもそういう時ってさ、何も悪いこと話してなくてもさドキッてしちゃうよね本当にとかなんかいろいろあったな。放送部中学校の放送部はあんまりこう私もう人数多かったし、すごい放送したいっていう子に、あいいよみたいな、私の分放送していいよみたいな感じで譲ってたというかしてたので、まあ小学校の時に放送たくさんしてたからっていうのもあって、なんかいいよって全然言ってたんですけど、でもその分ねその小学校はたくさんしてたわけですよ。だから小学校の放送員の方がめっちゃ思い出ある、そう楽しかった確かにね。でも昼休みって結構みんなねガヤガヤしてるから、あんまりこうすごい大音量の放送じゃなかった、こうかすかに聞こえるぐらいだったからだと思う ね、なんかいろいろあるよね放送って。結構ね責任重大っちゃ重大だから。でね放送委員はねこう笑っちゃダメなんですよ、給食の放送とか、まあ放送をするときに笑っちゃダメなんですよ。笑ったらそれこそ怖い先生、怖いと言われている先生に後で怒られるというね、まあ、あったんですよ。
いや私たちもこう放送するときは、放送前とか結構もうニコニコしてても、放送するときにはちゃんとこう落ち着いて読むみたいなしてたんですけど、だんだんねやっぱ慣れてくるとさ、慣れって怖いよね。慣れてくると今まで、前までは放送も始まる1分前2分前とかなったら、あ放送1分前2分前だよってなって、みんな静かになってこうその時を待つんですよ。原稿というかまあね、放送の文を読んだりしてて、でよしみたいな感じなんですけど、だんだん慣れてくるとさ、本当にやばい時間なるみたいな感じで、こう結構話で盛り上がってる中でいきなりこうシンってなったりするんですよ。シンってなってこう放送だけこう集中して、終わったらまた、あ終わったみたいな、でさみたいな感じで結構作業みたいになっちゃってた時があったんですよ。そう、私はね笑ったこともないしあれなんだけど、やっぱそういうさ、こう直前までさ楽しい会話とかしてると、放送してる人はもちろん その瞬間はすごい集中するんだけど、放送しないでこう待機してる人っていうのはもう話の流れでもすごい面白くなっちゃうんですよ。いきなり真面目になるから、もうね、もうそれを笑うのを我慢するみたいな。後ろでも笑っちゃダメだから、笑い声聞こえちゃダメなので、後ろでこう我慢してこうやってずっとこうやって耐えるっていうのもなんか青春だなって思う。すごい楽しかった楽しかったですね。そう、あとは放送委員だと給食のあのなんかこう文章あるんじゃないですか。今から今日のなんだっけな、今日の献立何を始めますみたいな、なんかそういう赤牛乳、あなんだっけな、ちょっと全然覚えてないや赤なんかなんちゃらの音になる牛乳なんちゃら、あ牛肉なんちゃらどうだら、黄色なんちゃらかんちゃらの音になる米粉パンとかあったんですよ。そういうの言って、最後その、まあ、給食の今日のメニューの、まあ、一文みたいなのあるんですよ。で郷土料理とか出たら、あの今日の郷土料理の何々は、昔遠い昔に何々から生まれて、こういう感じで先祖代々伝わってきました、今ではみたいな、でこういう材料が入っていてこういう意味がありますみたいな、こうちょっとした豆知識とかがあるこう一通りの、ね、文があったんですけど、それをね結構長いのね、2分3分くらいあるので、結構序盤で一人のこう私のペアというか放送部 あのお友達が噛んじゃったんですよ。献立 何が始まります、今日の献立はこう献立名を言うんですよ。牛乳パンとかなんたらかんだらっていうので、若竹汁っていうのがあったんです。私もなんか今となったら若竹汁ってなんだろうっていうぐらいなんですけど、若竹汁をすごくねその子が噛んだのよ。で噛んだことが、噛み方がおかしかったのかわかんないけど、まあ、当時のツボって浅いじゃないですか、そういう時って。でもその噛み方がすごくツボで、で失礼しましたって言ってもまた噛んだのよ。もうそれがもうだんだんこうもうツボにどんどん自分たちのツボに入ってて、もう後ろでもうキラ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 、もうクス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 って放送では聞こえないくらいに放送室内でクスクス笑ってたの。放送してる本人はさ、自分が噛んだことにも笑えてきちゃうし、後ろでクスクス聞こえるからもうそれにも耐えないといけないみたいな感じで、あのひたすら若竹汁をつぼってたっていう、ね、その子も大変だっただろうし、でもその子はね、あの笑い声聞こえずにね本当に頑張ってました一言頑張って言い切って終わった後に、もう終わった後にずっと若竹汁いじりをねしてましたね、他二人で若竹汁面白いね。なんかさ、今となってはこう思い出話だけど、当時は本当にもうツボでツボで仕方がない。若竹汁って何ですかね。すごいね、優しい味のスープだったんですよね。スープというか醤油、だし醤油みたいな。若竹汁、若竹汁って福岡？美味しそう。あ、若竹汁って若いタケノコっていう意味？郷土料理じゃないんだ、初めて知った。ほう、若いタケノコ汁らしい、初めて知った。
もう若竹汁というのがインパクトすぎて、ひどこどこのとかはないんだね。あーでも好きだ私絶対、美味しそう、めっちゃ美味しそう、お吸い物大好きだ。いいね、若いタケノコのねスープらしい筑前煮美味しいよね、わかるっていうねことがありました。すごい放送部のただ私の思い出語りでしたね皆さんのコメントをほとんど読まずに私がひたすら喋るっていう、はい、ありがとうございました。筑前煮は全国じゃない、画面煮が北九州、なんで北って言ってんだっていう、九州九州九州福岡かなそうそうそう、放送部エピソードは何があるだろう、でもね笑うのを我慢するっていうのがねやっぱり一番。あとね私はね委員会は給食委員会をしましたね、小学校の時は。ゲラかな、どうだろう、時によりけりって感じかも。給食委員はこうみんなが給食にこう配膳してるのをいち早く給食を食べれて、まあいち早く給食食べ終わらないといけないんですけどいち早く給食食べれて、いち早く給食終わって食べ終わって給食室のところに行くんですよ給食室のところに行ってみんなのその片付け、大きい数の蓋と鍋のこう蓋をこうやって何年何組が来ましたみたいなのをチェックしたり、牛乳パックのカゴを重ねてあげたり、あとは何だろう、こうまあね、あれだけど余っちゃったものをこう一つのお鍋の中にこう移したりみたいなのしてました。いろんなね、結構楽しかったですね、私は好きでしたよ。そうそうそう、給食早く食べれるっていうのがいいですよね。あと放送委員にも共通して給食っていうのがあるんですけど、放送委員はあの放送室で給食を食べててもいいんですよ、戻ってきてもいいんだけど放送終わった後に。それだとちょっと食べる時間が少なくなっちゃうから、あの放送室に持ってきてもらうんですよ、お友達に。だからいち早く食べれるんですよ給食がいち早く食べれて、しかも給食ってさ結構こうみんな急いで食べなきゃじゃん、ゆっくり食べれるの放送室の中だったらこれはね、あの委員に入ってから知ったことなんだけどね、たまたま給食つながりだった、ちょっと特別感あるよね、わかる。だからね私は委員会結構好きだった、中学高校、まあ高校はちょっとあんま委員会っていう委員会でもなかったけど、中学校の時とかなんちゃら委員にはなってたと思う、基本そうなってましたね。なんか整列なんだろう、こう列、こうクラスで1列2列とかなるのの一番前に立てたりすると、なんかすごい委員会をしていますっていう実感が湧いて何気に好きだったかも特にね、だからといってすごく活躍したかっていうような仕事量でもないんですけど、そうそうそう、委員会をして委員会、やで委員会、生徒会すごいな、生徒会ね私ね入ってみたいという気持ちもあったんですけど勇気出なかったな。学級委員までだね。そう、選挙がさすごくさ、全校生徒の前で私は何々に立候補しますみたいな、理由はみたいな、高校で私はこんな学校を作りたいですみたいな、であのそうそう
言わなきゃだったから、なかなかそこまではってことないね。あと初期もねすごく興味があったんだけど、初期もねその自分のアピールみたいなのがあったんですよ。初期でアピールって私すごくこうな悩ましくて、初期って何をアピールしたらいいんだろうって言えば文字を書く、え何をアピールしたらいいんだろうって思ってそうあれでしたね。そう初期、あとね私は習字習ってはいたけど、そんなにめちゃくちゃ字切れたわけでもないから、しさ学年とかさ人口生徒とかだったらさ字切れなくなってもっといっぱい色分けじゃないですか。そんな中私はそんなに人様にお見せできるような字ではないと思っていたので、だけど初期のイントネーション違う、初期初期じゃないの、初期かと思ってた、初期なんだろう、どんなイントネーション、ゆかちゃんの字好き、やったー嬉しい、なんかキュッてなってこうやってちょっと斜め上がりなのが私の字ですからね。そうそう初期、いや私どっちも初期だ、違いがわからない、初期初期初期ってこと、初期、ええー、待ちたまれや、いいか、いいかいいか、初めて知った、ゆうかちゃんの字はですね、確かにあんまりないよね。取材させていただくときに、なんかこう直筆でみたいなのとか、あとサイン会の右上とか右下とかにあるメッセージとかくらいかな。あんまりないよね、言われてみれば。うん。すびっくりマーク、すびっくりマーク、ちょっとびっくり、こんぐらいの斜めなのよね。うんうんうん。ね、本名を書いてもらうのめちゃくちゃ良い。あそう、あのライオンの時のポスター、大きなポスター、皆さんの本名をね書かせていただいた時はねすごくなんか大きな字で皆さんの本名を書くという、ね、また新しい経験をねさせていただいて、とてもね楽しかった。大きな字書くの私好きなのよ、ちっちゃい字も好きだけど好きですね。ありがとうありがとうありがとうございます。サインネーム相手も嬉しい、やったありがとうございます。サインはねその日の手のかじかみ加減でね、たまにこう Y からの王冠に行くこの横棒がさってなっててね、ガタガタガタってなってたら本当に申し訳ない、手がかじかんでたんだなってかじかんでたり、最近ペン持っててないんだなって思ってもらえれば嬉しいです。ペン持たないとさ、なんかここのこう握力の感覚というか分かんなくて、手がググググってなっちゃう、力入んなくてグッパグッパグッパとかってこうストレッチみたいなのするんだけど、そうそうそう、うんうんうん、ね、あでも生写真のサインとか書かせていただく時かな、特にガタガタになっちゃったりしてるのをたまに見るなと思う時は多分なっちゃうなっていうのは緊張するのよ。あとね左利きだからっていうのもあって、こうインクがね乾く前にね Y の部分私のここでねこう消しちゃいそうで、こう結構こう避けるというね技術をね身につけないといけないんですよ、左利きって。そうそうそう、
何枚かね、あの失敗しちゃう。サインはここですって、乾いてない間に Y のところを自分で消すっていうことをしちゃうので、仕方がない。改札はね、左手で持って右でこうやってクロスすることが多いかな。気づいたらクロスになって、右でも持つけど、不意に「お、改札だ」って定期というか、なんだパス取んなきゃと思ったらねじれてる私って。でもまあまあ、そのねじれの角度が慣れてきましたね。全然不便ではないです。荷物多いとちょっと不便だけどね。なんかあの荷物多すぎて、たまにもう後ろ向きで改札入っちゃいそうだもん。こうねじれすぎて。ニャージュの推しが決まりません。村山優香です。どうぞどうぞよろしくお願いします。村山優香です。村山優香です。あた、ありがとう、ありがとう。村山優香って言うんですけど、ぜひともぜひともね、こう清き一票を、清き一票を、村山優香でございます。優しい、嬉しい、ありがとう。そう言ってくださるのが優しいよ、本当に。可愛いをしたい。ありがとう翔陽さん、ありがとう。グータッチだね、ありがとう。選挙かました。村山優香でございます。嬉しい、ありがとうございます。ニャージュは誰ですか、もともと知ってたよって感じですか。どうなんだろう、好きな曲とかありますか。ニャージュでまだ好きな曲も、いろんな曲が好きだよとか、まだ作品見れてないよとかですかね。どうなんだろう。はた、ありがとう、リージ、ありがとうございます。そう、全曲いいですから、もちろん、もちろんです、もちろん君夢もおすすめ、全部おすすめです。今のところ君夢、嬉しい、おーおー、ありがとうございます。はい、いつも初めましての方とご挨拶をしているタイミングでアラームってなるよね。だからいつも初めましての方とか、またあのちょっと気になってるよ段階の方に、このアラームをいきなりお聞かせしてしまって、あのなんじゃこりゃって思われそうなんですけど、このアラームは毎日23時30分にかけておりまして、今日のノルマは達成したかという振り返りのね、時間アラームですね。なんかちょっと今から振り返りますね、今日のすべきことが終わったのかね、振り返りを。おーおー、すみません、通知音が終わっている、終わっているかな、うん、終わっている、終わっています。そう、今日のノルマ達成したかなっていうアラームでした。お疲れは、ありがとう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 。最新曲のセンターはなんか自分で言うのはあれなんですけど、今日も君の夢を見たの、あの楽曲私が務めさせていただいておりまして、あの原動力ってしてます、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
原動力とポニーテール真ん中で踊らせていただいてます。ハートありがとう、ありがとう、嬉しい。最新曲ぜひ聴いてください。今日も君の夢を見たんだ。君目指すは必修。私の滑舌追いつかない。君夢ダッシュぜひぜひこう、あ、そうそうそう、君夢ダッシュというかなんか、あのダンスの振りコツとしてはですね、こう U の字を書くようにこう腕を振っていただけると、グーをこう U の字にしていただけると、あ、この U ですね、 U、 あのメンバーが踊ってるようなこうニュアンスで踊れると思います。じゃ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 ないじゃ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 でじゃじゃじゃなんかさ関節ポキポキなってんだけど、じゃ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 ってこう上でこうちょん下でちょん上でちょん下でちょんってね、じゃ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 でこう下にどっちも折りた手をこう、まあ、大きな丸を描いて、じゃ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 って腰に手当てて足をキック、足をキックするんです。じゃ叩いて奥でこう手をこう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 なるって感じ、あ、ちょっと打つんだけどね、こうこうこうなるって感じです。あとジョイジョイってあるのでね、ジョイジョイってカラフル人生ってのカラフルの、カラフルのここはあのパレットですね、あのパレット、あの絵の具のパレットあるじゃないですか、こういうやつパレットです。パレットはカラフルでこう色がこうダラダラダラって出てるみたいなイメージです。でこれでジョイでジョイジョイジョイってなってます。めっちゃかわいい、オペロンさんありがとうございます、嬉しい、めっちゃかわいい、ありがとう、今日もお疲れ様、ありがとう。さあ、私たち今もマイク持っててマイクがパレット代わりになってるからあれなんですけど、あの MV で振り映ってたかな、どうだろう、どうだったかな、逆映ってる、ここなってると思いますね。あと何この色がのところもこれパレットで指差し、ここのあの何この色があんのとか2番もだけど、これは皆さんもね指さしているので、もしかしたら皆さんのと目が合うかもしれない、皆さんとの指さしポイントだから、ここあとありがとう、たくさんありがとう、ありがとう。そうなんですよ、結構ね指差しポイント、皆さん指差しポイントね、あの多い気がする。だってもうサビとかちゃちゃちゃ今以上、もうこれももうね、ここがもう皆さんちゃ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 ってさせますからね。背中とかかんないで僕の全力キャッと見てよ、ここはもうこのまま眺めるというすごくね指さすというか G が多いんですよね。じゃじゃじゃ今なるからね、それめっちゃ好き、嬉しい、ありがとうございます。ライブでも盛り上がること間違いなしなのでね、ぜひライブでもね一緒に踊っていただけたりね、してくださると嬉しいです。あ、ありがとう、ありがとう、嬉しい、うんうんうん、ね、J ですね。あとはどこだろう、まあまあいろいろね冬のあれ解説というかあるんだけど、そうニアリーコールジョイのジョイの J です。
生で見たことないから見に行きたい。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、嬉しいですね。あ、ミレイさんのファンの方ですかね。ありがとうございます。私個人的にミレイさんが好きなカワイウソのカワウソというキャラクターが私も大好きで、あの今年のイコノイジョイ2023の練習でもしお話しさせていただく機会がございましたら、あの私も好きなんですというのをねお伝えしたいと思っています。ちょっとできるか分かんないけど、私のお話ができるか、私がお話できるか分かんないんだけどね、緊張してしまって分かんないけど、そうそうなんです。ぬんぬんって、そうぬんぬんってじゃ可愛いのね。ね、私ねこの間ねキャラクターパークみたいなところに行ったんですよ、用事があって。でも初めて行ったところで、わすごいみたいな、いろんなキャラクターがこうポップアップみたいな感じでねあると思ってたら、なんとそこにねヌンヌンって可愛いウソの可愛いウソにいっぱいいてさ、めっちゃ可愛かったもん。なんかあのなんか象みたいな、象ではないけど象みたいなあったんですけど、もうバシャ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 通っちゃった。めっちゃ可愛かった。何か買いたかったんだけど買えてないんです。買えてないかい。ノートか何か買えばよかったって帰って、お家に帰って思った。そう、買えてないかいって。キャラパークみたいなところに行って、テレビの上にいるの最高じゃないですか。いいね。ゆかちゃんがかわいい。ありがとうございます。いやな、またね今度行った時買おうと思って。いや迷っちゃうんだよね私は。もうなんだ、大きな駅、東京でもさ大きな駅こういくつかあるじゃないですか。もうね、一回行ったお店に二度と行けないという気持ちで行ってますから。私は絶対わかんないのよ、どういうことって。もうなんかあの時行ったあの店はどこの何階にあるんだみたいな、もう本当に分かんないから。今日もね、今日じゃないや、前もね、なんかここに行きたいなって思ったね。なんか多分こっちをまっすぐ行ったらこのビルの地下に行くんだなと思ったら、違う隣のビルの地下にいた。ええー、みたいな。私はこっちに行きたいんじゃないんだ。いいですね。東京駅ね、分かんない。気づいたら行き止まりになってた。この間東京駅行ったら分かんない。結婚してありがとう、嬉しい、ありがとう。足入っている、両足も入ってる、両足入っちゃおう、おいでおいで。東京も行ってなくて、そうなのよ。いや本当にね、これは私の言い訳をしたい。私は福岡の時はこんなにこうなんだ迷子というか、迷子みたいな、もう全然経験したことないんですよ。博多駅とかも本当にね、あ、両足いた。ありがとう、嬉しい。ゆっくりくつろいでいてくださいね。くつろいでください。初見です。松家さんかな、はじめまして、よろしくお願いします。あ、そうだ、早めっちゃ早い、5秒ぐらいしか経ってない。福岡はなんか格子状までは行かないんだけど、もうほぼ格子状なのよ。だから行きたい方角に行きさえすれば何かしら着くんですよ、どうにかこうにか。そう、博多駅も結構大きくはあるんだけど、方角さえ合ってれば全然着くのよ。でもね東京は違う、方角合ってても行き止まりなのよ。行き止まりだったりなんか改札だったりして、もうこれ以上先に進めませんみたいな。なるので、え
みたいな、嘘みたいな、ここからどうやって行けばいいんだよって思って思って言ったら、もうわけわかんないとこつくしさ、ここじゃないよで、あ、なるほどって思って、一回地下に行ってまっすぐ行って上に上がったら着くんだと思ったら、上に上がったら全然違う、なんかもうわけわかんないとこについてるの、また初めましての場所だと思って、どこですかこれはみたいな、改札の中なんか外なのかもわかんない時あるよ行き止まりに出会ったことない、えー、すごい、それはもうすごいよ、才能じゃないですか、私も行き止まり、はあっていうねことがよくあります。うん、渋谷分かりやすいですか、本当に渋谷も一期一会だと思ってる一期一会だと思っている。品川駅もね分かるっていうか、私はねどこの駅でも分かるってきっと共感してますね。うんうんうん、東京はね本当に本当によ、難しい、いっぱい歩くもん駅そう、一期一会の場所なので、渋谷新宿意外といける、いやすごすぎる、それも東京マスター知る証拠だね。え、そうなの、だからね、たまに東京でもこう人通りの少ない路地みたいなところにナビで案内された時とかめっちゃ落ち着く、うわー、ここ福岡こんな感じだったよ、懐かしい、うわーすごい、あーずっとここにいたいとか思いながらね、そうそうなのよ、懐かしい、いいわこのビルの高さ最高ってなってる。福岡はね、まあ飛行機空港が近いからっていうのもあって、ビルがだいたい何階建てだ、10何階建て、15はないよね多分、12とかぐらいかな、10階、だい基本10階、高くて10、11から15ぐらいで、だいたい5階建てぐらいな感覚なのよ私は。そうそうそうね、だからさ、そんぐらいがいいんだよ空が見えて。東京はね、東京でね、いいところいっぱいあるし。え、一部なくなるの？それはびっくり。ね、そうなのよ。福岡出身ですよ。もう十何年間、18年間福岡でしたね。東京1年生ですよ、私は。1年生じゃない、1歳。東京生活1歳です。渋谷駅で複雑じゃないならどこもなんかもう とんでもないんだけどそう、福岡はね空港近いから、あの帰省するときすごく便利とか思いながらラッキーって感じですね。おすすめのご飯屋さん福岡で、福岡ね、私ね行ったことないんだけど行ってみたいお店があって、鬼っていうお店、オムライス屋さん、福岡のね天神大名とかにあるんですけど、私がね一回福岡に帰った時にお友達と行きたいと思って行ったんですよ。そしたらね、たまたま休業日で入れなくて、そのまま福岡じゃなくて東京にまた帰るという感じになっちゃしまったので、行ってみたいお店、オムライスの鬼というね、カタカナだったかな、鬼みたいなオムライス屋さん多分あると思うよ。ね、うんうんうん、そう、大名のところ、そう行ってみたくて、
今度帰ったら絶対行こうと思いながらね行きたいですね。気になるお店でもみんな私のお友達昔行ってたの聞いたことがあるから、美味しいのはね絶対美味しい。あ、聞いてください、私ねそれこそね天の子のあたんじゃなくて天むだこたんさん、合ってる合ってる合ってるかな、合ってる合ってる合ってますが、初めて行きました。私ルンルンで行ったよ、ルンルン東京のね、そうだね、福岡には書いてないから行ってないんだけど、東京の表参道初めて行きました。たまたま通った時に並んでなくて、わこれ行けると思って行っちゃいました。もうテンション上がって、なんか混んで並んでないとは言えね、やっぱてんそのなんだぼちぼち行列ではあったんですよ。なんかすごい時ってなんだそのメイン通りな、何通りか分かんないけど表参道のメイン通りのところまでこうすごい長蛇の列みたいな感じじゃないですか。でもそんな感じじゃなかったんですよ、私がいた時は。本当にこう店お店の前に 4,5 人並ぶぐらい、常にそんぐらいだったんですよ。だからこれはチャンスだと思って行ったら、もうなんて素晴らしい景色だと思って、大好きなパンがこんなにもキラキラして並べてあると思って、もうよく言えば全部のねパンを私はねトレーの上に乗っけてお会計したかったんですけど、まあそんなね世の中甘くはないです、そんな食べれませんし、あの破産しますと破産するのでそんなできないんですけれども、だからこそこういくつかに絞ったのよね、絞ろうと思って、うわどれが食べたいかなみたいな、うわ気になる全部気になるって言って、でだんだんねこう後ろ、私の後ろにも 4,5 人ぐらい並んでらっしゃって、こう結構こうもう通路みたいな、通路というかなんだもう順番順番にこう列になってこうみんな進んでいって最後レジに着くみたいな感じだったんですけど、よし決められなさすぎて、あの U ターン式だったんですよ、入って U ターンしてレジみたいな感じだったんですよ。入ってこの一番こう商品が並んでるところでもう悩みに悩んで、あのもう一周してましたね。先にどうぞって言って、でもう一周再スタートしてやっと決めましたね。もう一周した、決めらんないよすぐには。旗ありがとう。私はねあんバターがどうしても食べたくて、知ってたんです昔から、あんバターがあるというの、あんバターパン買いました。メモあんバターメモめっちゃ美味しかったあんバターね、私ね昔って言っても東京に来てたけどね、のパン屋さんで初めてあんバターというものを買って食べたら、もう美味しすぎて、えっ美味しい、あんバターってこんなに美味しいのと思っていたんですけど、でもあのそこから全然食べてなくて、あんバターすごい軽かった。そうなかなかねバターがっつしだから本当にあのタイミングを見計らってね、パンもだし、あんバターとか特にねあれしないといけないんですけど、そうね、ぜひって私もなんか宣伝みたいになっちゃったけど、すごく美味しかったですね。あと10分早いね。あ、いや他に気になるものはマリトッツの発祥というか、その日本で、ね、流行ったあのなんかこう感じじゃないですか、そのお店が発祥じゃないけどね、そうだから食べてみたかった、食べてないんだけどね。ハイムドーナツさんも行きたい。え、確かにマリトッツォ略語ないね、すごい視点がいい。ハートありがとう。
2時間並んで、すごい人気だやっぱり。マリオ私の土下座の解釈のあのやつと同じぐらいなんかとなんかすごいことになってるよ。ルパンみたいな感じじゃない？ルパンじゃない？全員がだけ。違うっけ？違う？とっさ、あ違うか？違う？待って、私も待ってる。あ合ってる？よかった。なんか違う作品とコラボしちゃったのかと思っちゃった。よかったよかった。最近ズーさん元気よ。ズーさん最近配信してない？もしかして。確かに。うんうん、ねえメイド可愛かった。ズーさんこの間あの月に2回しかしてないって言ってた。先月？先月だっけな。やばい私月に2回しかしてないって言ってた。忙しいからね、いいんだよ、できるタイミングがあれば。レノンすごい配信してる？すごいじゃん。すごいじゃないですか。ズーさんなった？うん、私はジュリーって言ってる。そうそう、うん、5月で5回目やるのすごいじゃん。え、すごいじゃん。まだだって11日2日に1回ぐらいやってるってことでしょ。すごい、良いね。あやべえって私気づかなかったのに。レノンの配信行ったんですか？私の方が気づいてないのよ。そうジュリーがなんか家族の中でズリーって言われてるみたいで、なんかずる賢いからみたいな理由からで、なんか何人かズリーって言ってたりで、多分そこからズーさんなんですよね。そうそうそうらしいです。うん、いやジュリーのね家族はなんか明るそうよね。みんなみんな元気そう。わかんないけど、そのそういうあだ名の由来がもうなんか明るい家族よね。みんな声量すごそう。確かに本当に。私の配信ではカラオケありますよ。この間しましたね、1週間前くらい。もっと最近したね、4日前くらい。曲が違いだったらごめんなさいね。しましたよ、遊びに来たよ。いっちゃんありがとう、よろしくお願いします。村山優香です。そうそう、お姉ちゃんのお顔はね写真でね見させていただいたことありますね。あと一度ジュリーと電話をした時にお姉ちゃんがねジュリーの近くにいたんですけど、声がめっちゃそっくりだった。似てると思って、一瞬ジュリーかお姉ちゃんかよくわかんない瞬間あったもん。似てて、喋り方なんだろう、声も似てるし、喋り方もなんかやっぱ家族だから似ていらっしゃいましたね。そう、うんうんうん、ねジュリーと出会いましたのは去年の夏頃ですかね。何かの歌った時かな、何かの時でファンの皆さんの反応がすごく嬉しくて、2人で嬉しいねっていう会話をしました。この間って言った。そうこの間電話した時はね。何の時だっけな。そう1周年だね。確かに夏もね、毎日配信もそろそろ1年経ちますね。てかもうちょっとで300日ですしね。
あと6日わあ嬉しい嬉しい。6日は何曜日、6日後は何曜日なのよ。ね、やばいじゃん、え、56分じゃん。で、私ちょっと誕生日してないですよ。あら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 、忘れてた。すごい、もう全然この12時越す勢いでやっちゃってた。13位の方から誕生日いきます。13位伊藤さん、ありがとうございます。12位オベロンさん、ありがとうございます。11位タトマルくん、ありがとうございます。10位ふみさん、ありがとうございます。9位ひなたちゃん、ありがとうございます。8位ひろたかくん、ありがとうございます。7位たつやさん、ありがとうございます。6位しどさん、ありがとうございます。5位あずまさん、ありがとうございます。4位はまじさん、ありがとうございます。3位空のさかなさん、ありがとうございます。2位しのうちさん、ありがとうございます。そして1位しげちさん、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、たくさん、わあバラもありがとう、ありがとうございました。何が6日、ね、連続配信300日目があと6日だそうです。ね、嬉しい。一瞬間切ったらね、本当だよね。来週の明日違う違う、来週の昨日だね。本当に意味わかんないこと言ってごめんなさい、あごめんなさいって言って謝り適当変な割り方になっちゃう。昨日一昨日もすごいいきなり切れちゃったしね。6000人近くの皆さん来てくださってありがとうございます。今日も一日皆さんお疲れ様でした。明日は、お、ありがとうございます。明日はちなみに朝の10時30分からとなりますので、ぜひぜひ見に来てくださると嬉しいです。今日はブチ切りにならないようにちゃんと時見ようと思います。あと1分だ、あら、あと1分。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。スクショタイムしながらお別れしましょう。イエーイ。あと2日、あ、昨日の続きじゃ、あと2日で1週間平日終わるからって言ってました。バイバーイ。明日で平日ラストだよ、一緒に頑張っていきましょうね。バイバーイ、おやすみ。何歳、良い夢を。ありがとうございました。バイバイ、ありがとうありがとう。お、あと10秒バイバイ。え、なんでかけれないじゃん。終わらないよね。え